南オセチア、またはスヒンバリ地域は南コーカサスのジョージア北部に位置するオセット人の居住地域。北はロシア連邦の北オセチア共和国と接している。2018年現在、南オセチア共和国、アラニア国、または単に南オセチア共和国、アラニア国としてジョージアより事実上独立している。ジョージアの行政区画においては、 シダカルトリ州とその周辺とされているが、南オセチア自治州は1921年から1991年までのグルジアソビエト社会主義共和国の時代に置かれた自治州で、領域はシダカルトリ州北半とその周辺だった。1991年のグルジア共和国独立で南オセチア自治州が消滅したことにオセット人が反発して、 自治権を要求した南オセチア紛争で南オセチア自治州が再設立され同じ領域をもって南オセチア共和国として独立を主張しジョージアからの分離ロシア連邦への加入を目指しているただし独立は国際的には承認されていなかったかねてから一部地域はジョージアの支配が及ばない状態が続いていたが2008年8月8日グルジア軍が 州政府主配地区に侵攻、ロシア連邦軍が反撃し、その帰属をめぐって対立状態にあったジョージアとロシアが戦争状態に入った。2008年8月26日、ロシア連邦のドミトリー・メドベージェフ大統領は南オセチアの独立を承認する大統領令に署名した。同年9月には、ニカラグア2009年9月に、ベネズエラ12月に、 ナウルが独立を承認している。コーカサス研究の広瀬陽子によれば、南オセチアはロシアによるロシア化が進められていると指摘している。南オセチアの独立を認めていないジョージアでは、ツヒンバリ地域、または、旧南オセチア自治州と呼ばれている。なお、ジョージアには、ツヒンバリ地域の法的政府として、南オセチア暫定政府が名目上存在するが、 あくまで暫定的な措置であるため、行政区画で、南オセチア、ツヒンバリ地域にあたるものは存在しない。一方、事実上独立している南オセチア共和国では2017年に行われた国民投票によって、正式国名にアラニア国が追加され、南オセチア共和国、アラニア国となった。このアラニアという名は、この地域の主要民族であるオセット人の祖とされる、 イラン系アラン人が建てたアラニア国に由来する。なお南オセチア共和国とアラニア国は双方とも同等とされているため、どちらを使用しても良いとされている。2015年12月時点の解明案では、南オセチアアラニア共和国であった。ジョージアの行政区画図に記した南オセチア自治州共和国の位置。北辺はロシア連邦の北オセチア共和国と接する。 カフカース山脈の南斜面に位置する。最高点は原田山面積は3900平方キロメートルで、海抜1000メートル以上の土地が国土の89.3%を占める。カフカース山脈により北風から守られているため、北カフカース地域よりも温暖である。平均気温は1月で摂氏4.5度、7月で摂氏20.3度である。 年間平均降水量は598ミ、mm、リメートル。カフカースの民族分布図住民の多くはオセット人であり、その外、ロシア人、カルトベリ人、ウクライナ人、アルメニア人等もいる。人口は1989年のデータで9万9000人だった。2012年の人口推計によるとオセット人が9割を占める。一方、 2007年には25.0%を占めていたカルトベリ人は8.9%に減少。多くのカルトベリ人が難民として流出した。主要言語はオセット語。現在、ロシアの北オセチア共和国に習い、キリル文字を使用している。北オセチアと南オセチアロシア革命後、オセチアは南北に2分され、南オセチアはグルジアに編入され。 九百二十二年四月二十日、南オセチア自治州が誕生した。この時、北側は九百二十四年に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の北オセチア自治州自治州とされたが、ソ連時代を通じて、カルトベリ人優先の政策が遂行された。例えば、九百三十九年には、これまでラテン文字を使用していたオセット人にカルトリ文字が強制され、 カルトリゴの教育が必須とされた。様々な抑圧策の結果、南オセチアの人口は、戦前の10万7千人から1989年の9万9千人にまで減少した。1980年代以末から、グルジア SSR では、カルトベリ人の民族主義が勃興し始め、カルトベリ人以外の民族は、危機感を募らせた。1989年、 南オセチアでの公用語をカルトリ語とすることが決定されると、南オセチア自治州人民代議員会議は、南オセチア自治州を自治共和国にすることを要請した。しかし、グルジア最高会議は、この決定を意見として却下した。1989年11月23日、グルジアの政治家ズビアドガムサフルデアは、自分の支持者を引き連れ、南オセチアの中心と出品張りで、 自公信を行った。平和的な集会だと宣伝されたが、数百人の武装兵が随行し、負傷者400人、死者6人を出した。1990年4月、グルジア SSR 最高会議は、旧ソビエト連邦共産党失政時代に採択された全法律の無効化を決定し、このことは、事実上、南オセチアの自治権の無効化を意味した。これに対して、 南オセチア自治州人民大議員会議は主権宣言、ソ連時代の憲法、法律の友好、共和国への昇格等を決定した。11月、グルジア SSR が国語をグルジア共和国に変更し、ガムサフルディアがジョージア最高会議議長に選出されると対立は、さらにエスカレートした。1990年は南オセチア最高会議の人気満了の年だったが、 ジョージアは選挙日を公示しなかった。12月9日、南オセチアは独自に選挙を実施したが、12月10日、ジョージア最高会議は南オセチア実習の廃止を全会一致で決定した。12月11日、スヒンバリシとドザウチクに戒厳令が施行された。1991年1月5日、スヒンバリに警官隊とガムサフルディアの親衛隊が投入され、 オセット人に対する大規模な弾圧を始めた。オセット人は、時警団を結成して、これに対抗し、スヒンバリから、グルジア人を追い出すことに成功した。武装闘争は、ロシアジョージアオセチア今世の平和維持軍が、導入された1992年7月14日まで、継続した。1991年1月29日、南オセチア最高会議議長トレズクルムベゴフが、 交渉のためジョージアに向かったが、その場で逮捕された。2月1日にはエネルギー供給が遮断され、4月29日には大規模な地震も発生し、住民の生活条件は極度に悪化した。事態打開のため、南オセチア大議員会議は、共和国から自治州への復帰を決議した。しかしながら、カルトベリ人武装勢力の攻撃はやまず、6月8日、 までに70の尊落が焼かれた。9月1日、南オセチア大議員会議は、自治州への復帰を取り消し、共和国を復活させた。1992年1月19日、南オセチア共和国の独立に関する住民投票が行われ、92%以上がこれに賛成した。2月、スヒンバリ周辺に、グルジアの砲兵と装甲車両が配備され、 攻撃を開始した。1992年3月8日、エドアルド・シェワル・ナゼがジョージアの指導者となったが、南オセチアに対する政策は変わらなかった。1992年5月29日、南オセチア共和国際公会議は国家独立法を採択した。2007年6月時点での南オセチア自治州。 共和国詳細図1992年6月24日、ロシア、ジョージア、南北オセチア4社による紛争調停の原則に関する協定が署名され、7月14日、平和維持軍が導入された。1993年11月2日、最高会議は憲法を採択し、この日は南オセチアの独立記念日とされている。百九十五年五月五日には、 国家を制定。1996年11月10日、南オセチア最初の大統領選挙が行われた。2006年11月12日、大統領選挙が行われ、95%の得票でエドワルド・ココイツイが再選し、同時に行われた調査で、99%の住民が独立に投票した。二千八年二月十七日のコソボ独立宣言を、 受け、ロシアなど、独立国家共同体、国際連合に対し、近くジョージアからの独立承認を求める方針を明らかにしたと報道されている。2008年8月8日、ジョージア軍が侵攻し、ミハエール・サーカシュビリ大統領は、同日の記者会見で、同地域の大半の制圧と、州とスヒンバリの包囲を宣言、予備役を緊急招集した。また、 南オセチア展開における過程で平和維持軍として駐屯していたロシア軍基地に対するジョージア軍の攻撃も発生。これに対し、同州の後ろ盾となっているロシア政府は同州に増援部隊を派遣した。南オセチアは独立国家を辞任しているため独自の政治制度を有している。大統領は直接選挙で選出され任期5年。議会は 5年の任期で選出される。内閣は大統領の提案をもとに議会が承認する。3つの地区と1つの直轄市からなる。2006年6月14日、国際的に未承認のアブハジア、南オセチア、ゾイドニエストル共和国の3カ国の大統領がスフミで会談を行い、共同声明の形で民主主義と民族の権利のための共同体の設立を宣言した。 同年十一月十七日には、互いの独立性を認識し合っている。また、後には同じ立場にある、アルツァフ共和国が参加し、お互いに承認している。二千八年九月十七日、ロシア連邦は、南オセチアとの友好協力条約に調印した。現在、国家国の国連加盟国と三つの事実上独立、している国家に、ロシア構成体の北オセチア共和国、 モルドバのガガウズ自治区が南オセチアを独立国家として承認している。他にもベラルーシは独立を支持しており、同じく事実上独立しているサハラアラブ民主共和国と北キプロストルコ共和国はロシアの南オセチア国家承認を歓迎し、パレスチナの政党でもあるハマースは南オセチアとアブハジアの相互認識を歓迎している。南オセチアが承認している。 国家承認を得た国連非加盟の国と地域にはアブハジア共和国とソイドニエストル共和国、アルツァフ共和国、サハラアラブ民主共和国がある。ウクライナ東部の新ロ派が建国を主張しているルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国両地域も承認している。南オセチアを国家承認している国、地域南オセチアを国家承認している国家かつて、 承認していた国南オセチアが国家承認している地域、アブハジア、ゾイドニエストル、アルツァフのほか、ガール。いずれも南オセチアを国家承認している。軍事力としては、現役兵3000人を有し、最大1万5000人までの予備役が動員、可能である。詳細は、南オセチア共和国軍を参照。その他の軍事力としては、内務省、国家保安委員会、 国家警護庁が存在する。ありがとうございます。